はい、それでは Python で一歩踏み出すバイナリー世界と題して瀬山が発表していきます、えっと、先ほどもスライドを載せていましたがこのセッションのスライドは公開していますまず自己紹介ですえっと私瀬山レイと申しますでツイッターとか SNSGitHub は r o r o というアカウントでやっています で株式会社レブコムでバックエンドエンジニアをしていて、ふだはウェブバックエンドから電話周りの制御などを Python 使ってやっていますで。2017年からこの写真のある島に住んでいます。過去にはこういった執筆活動をしてきました。ちょっと会社の宣伝させてください。私が所属している株式会社レブコムでは、ビジネス向けスマート電話 Meeter を開発しています。 ここを通じて行われた通話はすべて録音解析可視化されるようなシステムになっていますで。レブコムは自由と責任を尊重する文化でプロフェッショナルなメンバーがフルフレックス、フルリモートで働いています。技術スタックはこんな感じです。興味がある方はこちらの QR コードから応募してみてください。でこのセッションについて 紹介しておきますまず対象は最初の一歩を踏み、えー、とバイナリーに対して最初の一歩を踏み出したい人バイナリーやバイトレスという言葉に馴染みがない苦手意識がある人ですゴールはバイナリーやバイトレスという言葉への苦手意識をなくしてコンピューターの世界を楽しんでもらいたいなと思っていますで頭に入れておいてほしいこととして最初から複雑なことはないということと一つ一つの考え方や仕組みはシンプルなので まあ分解して考えていきましょうあとこのセッションでは一番右端のビットを一番目のビットとか1ビット目と呼びますでドキュメントとかによっては0から7になっているものもあったりするんですがここでは高等での説明なので1から8使いますでより左側にある方を上位右側にあるものを下位と呼んでいきますアジェンダはこのようになっています まずバイナリの基本から進めていきます。バイナリとは日の日進法のという意味を持つ英単語です。で日のみで表現されたデータをバイナリと呼びますで。私たちが普段利用しているデータというのは全てバイナリデータです。テキストだったり、Python のソースコード、JSON ファイル、あと実行可能なファイルであったり、 Ping とか MP3 のようなメディアファイル、ZIP のような縮形式も全て1と0のみで表現できます。それでは実際に0と1のみでデータを見ていきましょう。でセッション内に出てくるコードは全て僕の GitHub リポジトリのイベントというところにあります。で最初なのでここだけ実際に実行してみます。 えとまずこの画像を0と1だけで表示してみようと思いますはいこんな感じのデータになってますこれは画像のデータですねで例えばこのビンキャット 01というのはこういったソースコードになっているんですけれどもこれも先ほどと同じように01だけで表現できます。で今回スライドではこのファイル1というものを見ていきます。 こういったデータですね。これをスライドの中では使っていきます。で0と1だけですと、さすがに分かりづらいので、少しずつ見やすくしていきます。まず8ビットずつ区切っていきます。先ほどのようにスペース入れるだけですね。そうすると、少しだけ見やすくなりますで。さらに4ビットずつに区切ってみると、 もう少し見やすくなるかなと思います。で、ここで16進数への変換を行います。0000から1111 11の16パターンそれぞれを右の表のように置き換えていきます。で、慣れてないと全部覚えるの大変なんですけれども、最初と最後の0と F、あと7と8のところをしっかり覚えておけば最初はいいかなと思います。で、実際に割り当てていくと、 こういったコードになるんですがこういった感じの出力に変わります最初の出力と最後の出力を比較するとまあ同じデータなんですけれどもだいぶすっきりして見えますここまでに使った Python の機能というのは FString のフォーマットの表示を変えただけです変数バイトを表示しているだけですけれども このバイトには1バイトの値が格納されています。では1バイトの値とは何でしょうかというところで Python では1バイトをイント型で表現します。で1バイトは8ビットの数値なので2進数なら00000000 0000から11111111 11 11 11までになります。16進数なら00から FF。 10進数なら0からかです。ここで覚えておきたいのはこの2進数と16進数でオレンジ色の部分とピンクの部分ちょっとピンク見づらいですねピンクの部分がそれぞれ対応しているというところですはいそれでは Python のソースコードで2進数10進数16進数イント型の値を定義していきます対話モードですね で対話モードで普通に数値を入力すると10進数のイント型として定義されます。でプレフィックス 0b をつけると2進0と1の2進数でイント型の値を定義できます。プレフィックスに変えると16進数で定義できますで2進数だと桁が多くなってちょっと見づらくなるのでそういった時はアンダースカーを使って区切ることができます。 続いてイント型から2進数10進数16進数への,の文字列への変換です。これは F ストリングを使うと分かりやすいです。普通に変数 i を出力すると65ですがフォーマットの書式指定で x を指定すると16進数で出力されます。書式指定を b に変えると2進数で出力できます。 でさらに0埋め8桁などをしたいときは 08P とすると0埋め8桁の二進数になりますさらにプレフィックスつけたいときはシャープをつけたりもできますこのときプレフィックス分の2桁増えるので010になってます続いて二進数十進数十六進数の文字列からイント型への変換ですこれは組み込み関数イントが使えます 組み込み関数イントに普通に文字列の数値を渡すと10進数として評価されます。イントは第2引数で引数を受け取ることができるので16を指定すると16進数2を指定すると2進数でパースしてくれます。でプレフィックスや0埋めがあっても問題ありません。 ここで先ほどのデータを観察してみましょうよく観察してみるとある特徴に気づきますはい、最初の上位の桁に注目してくださいはい、全ての値が7以下になっています7というのは先ほども出てきたんですけれども0111のことなので ここに出てくるバイトは全て7ビットの範囲に収まっていることになります。ここでテキストファイルに入っていきます。テキストファイルをコンピューターや通信で扱うために必要なことですが、まず文字一つ一つを識別するコードポイントを決める必要があります。 また、コードポイントをどのように表現するかということも決める必要があります。ちょっと分かりづらいので、具体例で説明していきます。まず、ASCII です。ASCII は A 数字といくつかの記号だけの文字集合です。ASCII のコードポイントの例としては、16進数の 0A は開業という制御文字が対応しています。2、3の場合は記号のシャープ。 30から 3x はそれぞれ0から9の文字に対応しています。41から 5a は a から z の大文字に対応していて61から 7a は a から z の小文字に対応しています。で文字集合の大きさは128個です。これは二進数表現だと0 1 1 1 1 1 1 1までの最大7ビットに収まる範囲です。 16進数だと00から 7f になります。というところで1バイトあればコードポイントをそのまま表現できることになります。でこれはつまり1バイトで1文字をそのまま表現できることを意味します。というところで先ほどのデータを改めてみると上位の桁が全て7以下なので1バイトずつ ASCII 文字に変換できそうということが分かります。実際に変換してみましょう。 コード先ほどと変えるのはプリントのところで chr という組み込み関数を使うだけですこれはイント型の値を文字に変換する関数ですこれを実行するとこういった形でま簡単なキャットみたいなものスクリプトを作ることができますで正しい位置で改行されているので制御文字も解釈されていることが分かります ただし別のファイルファイル02というものを渡してみるとこういった形でちょっと文字化けしてしまいますただ Async や Await あと Asynchronous とか Concurrency と Parallelism などの単語レベルでは正しそうな文字列が見つかりますでこのファイル02というのは UTF8 という形式のファイルになっています UTF-8 の説明をする前にユニコードについて紹介します。えっと、UTF-8 の文字集合にはこのユニコードというものが使われます。ユニコードは世界中のさまざまな文字を収録した単一の大規模な文字集合です。で文字集合の大きさは111万4112個で ASCII の128個に比べるととんでもなくバカでかいものになっています。 ユニコードのコードポイントの例ですが大文字の P であれば0101000っていう7ビットに収まりますでギリシャ文字のローだと11で11000001 00の10ビット必要になります漢字のヘビだとここに表示してあるような16ビットが必要で絵文字のヘビだと17ビットになります 一番右側は十進数の値ですね。こういった感じで何番目の文字はこれっていうのが決まっています。そして UTF-8 ですがユニコードのコードポイント1つを1から4バイトで表現する可変調エンコーディング形式になっています。で下記、えーっと、ここに表示している B の部分を連結していって コードポイントを構成します例えばとある1バイトが0から始まる場合は1バイト文字になって下位7ビットを使ってコードポイントを形成しますで110から始まる場合は2バイト文字になって110の後の下位5ビットと次のバイトの下位6ビットをくっつけてコードポイントを形成します1110から始まる場合 は3バイト文字になりまして1110の後に続く4ビットと次2バイトの6ビットずつをそれぞれくっつけます4バイト文字も同様ですで ASCII に含まれる文字っていうのは UTF-8 といっても同じコードポイントになりますここで言うと一番上のところですねなので UTF-8 は ASCII のスーパーセットになっています コードポイントとバイト列の対応は実際に具体例を見るとこういった形になっています。えっと、一番上の黄色い部分は左右で等しいので1バイト文字になります。で、2番目のギリシャ文字ローのところは2バイト必要になります。で、黄色い部分 左右見比べてみると同じ値になっているのがわかりますで。先ほども使った bincat02.py というところに絵文字のヘビ1文字だけを入れると4バイト出ていて上に書いてあるものと同じ出力になっています。で今回はテキストファイルを見ていきたいので右,を左右から左を生成する必要があります。 そのためにはビット演算が少し必要になってきます。ここで使うのは AND と OR です。AND は両方1なら1になる演算です。で一方でも0なら0になります。OR は一方でも1なら1になる演算で両方0なら0になります。OR の方は縦棒が演算子ですね。もう一つ必要なの がシフトという演算ですシフトは左に1ビットや右に1ビットなどのようにビットをずらすことができます。A がこういった値の時に左に1ビットをシフトするには小なり小なり1という式を立てます。そうすると左側にえと一番1行目で3ビット目にあった値1が 4行目では4ビット目に移っていますで同様に9行目ですね右に1ビット分シフトしたい時は大なり大なり一1とすると1ビットシフトしますで桁落ちてしまう時はアンダーフローといってもうそのままなくなってしまいますでこれらをどう使うかというところなんですがこれらを組み合わせると上位ビットのパターンを確認できます。 まずバイトの上位3ビットが110かどうかを確認するには3行目のような式になります。And を取ると、えっと、1, は1にしたところは残したいもの、で0にしたいともう消してしまいたいところは0にしたものと And を取ると上位3ビットを残してそれ以外0にすることができます。でこれを目的のビット列を持つものと比較するとこういった形で。 ある特定のビット列の型あ,、えー、とある特定のビット列を確認できますでコードポイントの構築に関しては1バイト目が110011112バイト目が1100000011 11の時を例に出しますえっ、ー、とまず1バイト目ですが先ほどと同様にアンドを取って 残したい解5桁だけを残してその後左に6ビット分シフトさせますで2行目行うと5行目のちょっとコメントアウトして薄くなっているところのハイの方の値になりますで2バイト目の方は残したいところは解6ビットだけなので上位2ビットを0にしたものとを取りますそうすると6行目 の結果になって、この2つを OR でくっつけると最終的に9行目をえっと求めたいコードポイントを得ることができます。これをソースコードに落とすとこういった形になります。まず if 分で上位ビットを確認して処理を分岐しています。一一ゼロ始まりなら一1 11 1 1 0始まりなら4バイト文字になるので、 解散ビットトがコードポイントの一部ですでこのコードポイントを保持しておいてその次のバイトを読み込んだ時に10始まりなら階6ビットを残して先ほどの保存しておいたコードポイントとオアを取りますで必要なバイト数読み込んだらコードポイントを文字に変換して出力しますこれを実際に実行すると 先ほど文字化けしていたファイル02もテキストデータとして表示できるようになります。最後にデータベースファイルを除いていきます。でバイナリのパース自体は、えっとまあ、そこまで難しいものではないので今まで説明したことで大体できます。 ただバイナリー自体から学べることっていうのは本当にものすごく多いのでバイナリーのパースはぜひチャレンジしてみてほしいところですでバイナリーデータにはコンピューターサイエンスの基礎や工夫がすごく詰まっていますでより良いデータの格納方法やデータ構造が常に追求されているためですねサイズを小さくしたりですとかディスクアクセス減らしてアクセス速度を向上させたりとか あとはコンテナみたいな感じで汎用性を高めていたり将来にわたっての互換性とかを担保したりしています興味がある人にとってはあったからの山だと思いますで今回ここでは SQLite の減った部分だけをパースしていきます SQLite は世界で一番使われている SQL データベースエンジンです でテーブルやレコードというのは全てメインデータベースファイルと呼ばれる単一のファイルに保存されますでこのファイルの仕様なんですがこのリンク1ページに全てまとまっていますなので興味ある人はここを見るだけでパースできるようになりますただテーブルとかレコード部のパースに関しては SQLite 固有の仕様理解が必要なのでぜひご自身の手で試してみてください このセッションで使うテーブルはこういったコードで作りました。sqlite3test.db とするとファイルができて、この ID、n c o u カントリー、ナムの4カラムを持つテーブルを作っています。そこに4 3つのデータを追加しています。これでテスト DB ができます。 SQLite のファイルヘッダーはこういった形になっています。SQLite に限らないんですが、バイナリファイルは多くの場合固有のファイルヘッダーを持っていて、それはドキュメントに書かれています。SQLite に関しては、メインデータベースファイルの最初の100バイトがファイルヘッダーです。実際に バイナリを表示させたののが下の部分ですで。上が先ほどの表ですね。で一番最初に16バイトでマジックナンバーがあってその後二2バイトでページサイズが書かれていますピンクのところですね。その後一1バイトがどんどん続いていくという感じになっています。でこの100バイトですね。 全部一個ずつ見ていくのっていうのはちょっと大変なので、ストラクトモジュールというのが使えます。これは書式指定文字を使って固定調のバイト列をいい感じにパースできます。例えば、例として小なり 6sh2s を指定して、この3行目にあるような10バイトをパースさせると 6sh2s に対応する3つのタブルに分割してくれます。 この書式指定に関してはまず 1, つ1文字目がリトルエンディアンというものを意味しますで 6S が1バイト文字が6つ H が2バイトの符号なし整数 2S が1バイトの文字2つを意味しますここで 出てきたリトルエンディアンの説明でバイトオーダーを説明しますで。バイトオーダーとはマルチバイトで表現される値をバイト列で表現したり格納したりするときの並び順ですで。ビッグエンディアンの場合は上位バイトから下位バイト順になってリトルエンディアンの場合は下位バイトから上位バイトの順に表示していきます。えっと格納したり表現していきます。例えば1行目でこの4バイト のイント型を定義すると16万169万かな、まあえっと、3行目の数字になりますでこれをあのビッグエンディアンでバイト列にすると01020304というバイト列になるんですがリトルエンディアンで保存すると04030201になります でこれはデータに保存する際とデータを取り出して読み込む際同じバイトオーダーにしていないと全く違う値になるので注意が必要です。でもう一つ先ほど符号なし整数というのが出てきました。で符号なし、符号ありっていうのは端的に言うとプラスとかマイナスの話です。から、えっと 0 0 0 0 0 0 0 0 0から1 1 1 1 1 1 1 1までは256パターンあるんですが符号なしだと0から255のイントで表現できますが符号ありだと -128 から127のイント型になりますでこのビット列と受信数の対応はこの下に書いてある通りになっていてと 一番上位1ビットだけを0にした段階だと1 2 0な,なんですがここにプラス1をすると桁があふれちゃってマイナスのビットだけたって残り0になってそれはマイナス128を意味しますで一番下の全部が1のものに1ビット足すと1ビットまた桁があふれて0残りの8ビットは全部0になるので一番上に戻っていきます でこれらのことを組み合わせて、Unpack の書式指定を組み合わせると、こういったものになります。でこれでテスト DB 開いて、最初の100バイトを食わせてあげると、きれいに全データをタプルに変換することができます。タプルのままだとちょっと使いづらいので、データクラスモジュールというものを と併用すると便利です。実際に SQLite ファイルのヘッダーをパースするコードは SQLite01.py というところに書いています。一行するとこういった形でファイルヘッダーのデータクラスのインスタンスが生成されます。で残りの部分のパースに関してはちょっとバイナリーデータなので データ固有の処理で使用理解が必要になるのでこのセッションでは行いませんなのでドキュメントとファイルヘッダーを見ながら一つ一つ読み取っていく必要がありますただパースの作業に必要なものっていうのはもうこのセッションで説明したものだけになりますなのであとはご自身の手で動かしてみてチャレンジすることができると思いますまとめですバイナリの基本について具体例を用いて説明しました 1>, 1, バイトの1バイトずつ解釈する例として ASCII データをパースしました。マルチバイトの処理として u t f a ータをパースして、あとより実践的な例として SQLite ファイルのファイルヘッダーをパースしました。大事なことなんですが、最初から複雑なことはないと思っています。で一つ一つの考え方や仕組みはシンプルなので、実際手を動かして楽しみながら学んでいきましょう。はい 参考にしたのはこのあたりですご清聴ありがとうございました